4月6日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊ぼ二郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは日本放送の飯田浩二です辛坊ぼ二郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。イーダ君。はい。どうしましなんか面白い話して。<laughs> その丸投げか<笑><笑> 自分の番組なんですからね、えやり？ええじゃない、えじゃないです。言って何年やってるんですか。まだほんのちょっとです。そんなに何年もやってません。大丈夫です。そんなことないでしょ。ごくごく短い期間でありましたはい。どうですか。あの新学年始まりましたね、お子様ね。そうですね。今日がねまさにあの始業式っていうやつです。え木曜日に始業式。そうそうそう。あったスケジュールだね。だいたい俺らの頃はカレンダー通りでさ。ええ昔だったらそうだなし 授業式は10日だな10日。昔だったらねのそのくらいですねあそうかもしれないですねんこんな中途半端な時に楽器が始まっちゃうわけなんかね5日6日ぐらいからスタートみたいな,などういうこと多分でもそういうなんか4日5日6日ぐらいスタートのところが多いんじゃないですかねあそうですか一週間ぐらいはいマスクしていきました、うん うちの子はねなんか学童とか行ってもほとんどマスク今つけてないみたいですねつけては行くけど言われなきゃつけなくてもいいよぐらいの子供にさマスクつけてさ友達との間隔は1ル以上上げて直接会話しないようにみたいなそんな守らなきゃねえじゃんそんなもん結局ね鼻出したりとかしてたからその前からいやそれで言うとですね新年度がスタートしたわけですよ新年度 でいろんんななものがが変変わっったたででですす制度更に中ねうん、うん、私が注目しておったのがですね自転車のヘルメットの義務化っていうのがあってですね、はい、まあ罰則がないので、はい、つけた方がいいよっていうレベルなんだけども、えー、一応名前としては名目としては言葉としては義務化という言い方じゃないですか、はい、いいタイミングでですね、うん、私が愛用している自転車のスポークが3本折れましてね自転車のスポークって意外と折れるよあれあれ折れるんですねで折れるとね、うん 1本だと良かったんですが3本まで折れるとねまともにタイヤが回転しなくなるんであれねああそういうもんですかでしょうがないからこのまま乗り続けるとまずいよなってどんどん折れますからねスポークでタイヤは支えられてますから他に負荷がかかるわけですからそれで3本折れたところでこれはだめだと直しに行こうと思って自転車屋に持ってってですね自転車屋さんで直してもらったんです こうなお金がかかってですねところがですね自分でやろうと思ったんですよ<ー>自分でやろうと思ったんですが <laughs>、うん スポーク直すっていうのはそんなに簡単な作業じゃなくてですねまあパンクぐらいだったらねパンクの修理キットみたいなやつは100円ショップで売ってますからね、はい、パンクの修理ぐらいは私はやるんですよあす、ね、あのチューブをこうねタイヤの間から引きずり出してですよバケツの中にこうチューブ入れてですねそうすると穴が開いてるところで気泡がピコ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 って上がってきますからそこにゴムのりみたいなやつを塗ってゴムのパッチを貼り付けてっていうその作業はね 私結構昔からやってますから自転車修理ができるわけです。<ー>で非常に多いのは日本の場合ですね、はい、パンクかと思うと、うん、蒸しゴムがへたっちゃってるっていうケースが多いんですよ日本の自転車の場合。うん、これね自転車のチューブには、まあ、日本式とかフランス式とかいろいろあるんですけど、はい、日本の基本的にその辺で売られてる普通の自転車っていうのはあの空気入れのところがですね、うんはい なんだろうね直径数ミリのゴムチューブみたいなやつがあってうん、うん、ゴムチューブみたいなものに金属の棒があって、はい、金属の棒の横に小さな穴が開いてて。 ででこれで要するに上からゴムで蓋されている状態になってますから基本中から空気が抜けないんだけれどもえ空気入れをそこにつないで逆方向で空気を入れようとするとですねまあその圧力で便が開くみたいな簡単に言うとそういう形になって空気が入るようになっててでこの蒸虫ゴムってやつが傷むとその空気を入れる小さな穴からどんどん空気が抜けてですねでパンクじゃないかと思う人多いんですが実はパンクよりも結構 こうこの虫ゴムが傷んで自転車のタイヤからチューブから空気が抜けちゃうっていうケースがあって、この虫ゴムの交換だけなら本当簡単ですから。え、交換できるんですかそこ？何言ってんですか。虫ゴムなんてあの空気入れるところじゃないですか。空気の入れるところのキャップみたいなやつを、え最初にあの上についてるゴムみたいなキャップあれはもうほとんど意味がないんで、あれを外して、そうするとその下のところでえクリクリ回るんですよ。クリクリ回ります。クリクリ回ると。 あの中からそのチューブが刺さってる棒状のものがスポット抜けるんでそこの棒状のものをスポット抜いた後ですねえ100円ショップで売ってるようなゴムチューブみたいなやつをこう差し替えるとそれでいわゆるそれ虫ゴムっていうんですけどなんで虫ゴムっていうのかな昔から虫ゴムって言いますよね。 タイヤ外すリブからタイヤ一旦ちょっと外さなきゃいけないっていう作業があるんでこれが大変なんですけどね、うん、まあまあできなくはないですところがころスポーク交換ってやつは<ー>基本、まあ、前のタイヤと後ろのタイヤとだいぶ状況違うんですが、えー、タイヤ外すとかですね タイヤ完全にリムリムってあの中のこう輪っかありますねスポークで支えられてるところの輪っかはい、はい、あれとタイヤを外さないといけないみたいな作業になるんですよ。これ結構大変なんです<ー>で,私はですす私はねほら なんてっったお金持ちですから私はケチじゃありませんのでもうとにかくねお金はどんどん使うとでもうこれ自分でスポークを買ってきて直すんじゃなくてやっぱお腹お金を世の中に回すためにお俺がお金を使わずにどうすると声裏返すようなことじゃないそれでそれでそれから考えたんですこれタイヤを自分で外してスポークを付け替えるのに何時間かかると。時給計算したら絶対自分で この時間があるなら講演かなんかやるかなんかなんですね<ー>他のことで稼いだ方がコストパフォーマンスとしてははるかにいいだろうと <laughs>、はい、自転車屋さんも喜ぶし、ねそうね、よし、そうですね、自転車屋さんに任そうと思ってですねケチやないかい結局ね、ケチですケチ言うな !SDGs だ SDGs SD SD の S は辛抱の S 浸透しないですね、これなかなかね本当だね,当にね、えー、どっか新聞書いてくんのかな SDGs かっこ辛抱,辛抱 頑張るぞみたいな。ネット上でツイッターでやってたのはシンボウだと D がどけちみたいな。結局そっちになっちゃうじゃないか。そうどけちね。辛抱ボウどけち頑張るぞ。なんだよそれ。悲しいだろそれ。まあそんなことで自転車屋さんに。自転車屋さんに行って、スポーク交換をしたわけですよ。スポーク交換は結構ね一瞬じゃできないんでそれ結構な作業なんです。で何日か預けたまんまで、で預けたやつを取りに行ったんですが。 取りに行ったらあの追加のお金が発生しててですね<う>その生産やってくれてる間に若干数分間の時間があったんですあ4月からヘルメットが義務化されたよなと思って結構大きな自転車屋だったんでそのレジのカウンターの前のところの棚にですねヘルメットがダーッと並んでるんですよ<う>あやっぱりヘルメットの一つぐらい買った方がいいのかしらと思って見てたんですがその店で陳列されていたヘルメットは全部子供用。<laughs> 大人用が一つもないんですよ、まあ、世の中に存在しないわけじゃないですよだけど、はい、普通の自転車屋さんで私が飛び込んだところは大人用のヘルメット、うん、いやだからやっぱりよっぽど売れないんだねきっと<で>義務化っつったって義務で子供は。 つけてなきゃいけないっていうのがそういうことなんだで、子供用のヘルメットはずらっと並んでるんですがあったら買おうと思って私なんかやっぱり世の中にお金を回さなきゃいけないというそういう使命があるというどこで見たぞこ自覚しておりますからえ、あのケチじゃないよいうことであったらすぐ買おうと思ったのにですねないんですないんじゃしょうがないないんじゃしょうがないじゃないですかで帰ってきてですねまあしょうがないからじゃネットで探すかと思ってネットで探したらはい 驚驚きました、ね、驚きままししたたねか <laughs> はい今ね、はい、高齢者向けの歩行をしてる時に普通に街歩いてる時に、はい、転倒した時頭を守るための高齢者用 <laughs> 散歩用のヘルメットあるんです自転車に乗るためじゃなくてですね普通に歩くのでもバタッと転んだ時に頭コンと打つと危ないので、はい、<laughs> それがね あの普通の野球のキャップみたいなのとかねいろいろ出てまして。 そんんななにヘルメットヘルルメメッットトしてないんですよ<ー>だからまあ私もですねこれ兼用になるかなと思ってね最近私あのできるだけあの高齢者全途生きていくということで杖をついて歩いて髪の毛は全部あのシルバーに変えてでその一環としてですねシルバーに変えた頭の上にねあの転倒しても大丈夫な高齢者用のヘルメットっていうのをかぶってですね万全ですね。万全だろそれであの優先シートに杖をついて こう座ってると誰も文句言わないもんない、うんい。そりゃそうですよ。えー、いやあたし、ね、<laughs> 別に健康な人は無理に座らなくてもいいです, <laughs> です、はい、あれ何歳以上とか書いてないですよね。 高齢者用ですね。書いてないですよね。今はそうですね。高齢者だけじゃないですからね。そうそう。まあまあまあ。そうですね。優先性が。別にあの昔はシルバーシート中って、あの高齢者専用みたいなイメージありましたけど、今シルバーシートって言わないですよね。大体昔の電車バスはシルバーシートって言われていた頃には。分かりやすいようにシートに銀色の布地が使われていることが多かったんです。がそうでした。さい、だからシルバーシートなんですけど。はい。 最近ないねあの銀色ののシートってそうですねあの色じゃなくなりました、ね、そうです、ね、ちょっと色は違ったりするけどったり赤とか,赤とか話は変わるけれどもほうほう本当に変わってしまいますが <laughs>、うんえー、4月以降ほらまあ4月以降じゃないけれども最近あのマスクもしてる人多いけれども、えー、ちょっとあのんそんなにしなくてもいいかみたいな世の中の。 ななんとなくあの政府の方針としていらないんだってもう外を歩,歩く時はつけなくていいとかって言われて久しいじゃないですかそのおかげで化粧品が売れてるって話があちこちにあるわけですよ。はいはい、でそういういい関係の記事を読んでいたら わかんない言葉がいっぱい出てきて、これは言葉のプロである増山さんに一遍聞いてみようと思ってる。ほう、知ってるかどうか、で増山さんは知ってる可能性がかなり高いですが、その横のあのアナウンス部の発展途上のですね。将来の日本放送を担うとされていらないですよ。エース、エースじゃないです。エース、違いますよ。なんで半笑いのまま、ちょっと。エースなんだと。エース、エースじゃないですよ。ただただ人がいない。おお、いいですか、何ですか。 デパコス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 ねおお対立概念がねプチプラプチプラプチプラおよびデパコスわかるデパートコスメとかですか世界ですもう簡単当たりましたエースですからさっきからあの化粧品の話題だって振ってるからねデパコスプチプラなんすかプチプラプチプラ かデパートとかではなくてさすがアナウンス市長分かっますねほらいろんなところでもうちょっとお手頃な値段の化粧品って売ってるじゃないですか。<あ><今>プチプライスってこと お,イイおーイェお、アメ<レ>リーザッツライトセンキューセンキューユーアーコレクトおーいやいやいや、イヤこの間の銀座の台湾の人の英語みたいなって台湾の人もうちょっと上手いねサイエーブンアメリカで演説するときに記者会見全部英語で普通にやってました世界の国の大体トップってみんなあんなだよねトップで英語できないの日本ぐらいだよねアメリカそうですよねサイエーンさんも留学されて研究されてましたもんね、えー まあ、あのプチプラはプティフランス語でいうところの PE だから英語風に書くと PETPETIT だから TIT かプティだから小さいって意味ですねでそれにあのプライスを組み合わせて要するに単に安いだけじゃなくて安いけど ちょっっとおしゃゃれぽいいじなですかププチラ単に安物とか安いものっていうんじゃなくてちょっと安いんだけれどもなんかコスパが良さそうなコスパは大丈夫だねコストパフォーマンス。なんかなんとかタイパとかタイムパフォーマンスとか最近流行語になりますからこの辺は大丈夫だと思いますがプチプラにデパコスまさにデパートコスメですよだからプチプラは比較的安くで買えるコスメみたいな化粧品みたいなやつも含めて。 でお値段お手頃みたいなやつが、うん、まあおしゃれに言うとプチプラで、うん、それに対してですね最近やっぱりあのしばらく化粧品買ってなかったんでマスクを外すのをきっかけに高くてもいいコスメ、はい、いい化粧品<ー>デパートで売ってるような化粧品を買いに行こうじゃないかっていうようなことがあってはい、はい、これをデパートコスメで略してデパコス,デコスででそれが普通にですね記事の中にデパコスとかプチプラとか書いてあるわけですよわ <laughs> <laughs> かんねんよこの記事デパコうわと、まあ、ねもっと前から から使ってますデパコスプチプラっていうのはう、ね、はいあ,あそうですかデパカメぐらいだった人ですね。<laughs> <laughs> 先行ってください。それを知らない方の方がねだんだん増えてきてますからね。はい、じゃ株と交わせやね。でマガメ。マガメ。そんなあのひるり言うような言葉でもないです。ちょっとしてる人もいますからね。ちょっとしてる人は意味がわからないわけだから別に問題ないです。問ない。でも意味がわかる人はあなただけに喋ってますから。さて東京株式市場日経平均株価続落でした。昨日と比べ三百四十円六十三銭安い。 2万7472円63銭で取引を終えましたアメリカで市場の予想を下回る経済指標の発表が相次ぎまして景気の先行きへの懸念が強まったということであります為替1ドル131円30銭付近、えー、昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高となっております さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は中国から入国規制昨日から緩和で5時台は中国軍の空母が台湾南東の海域を通過という、まあ、中国ものが2つ続きますけれどもねズームしていきます。 番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのトークに関すること、ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは zoom.1242.com <noise> 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 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日も5時二十六分頃エンディングでお送りする曲をリクエストお待ちしておりますズームオンミュージックリクエスト今日のお題はプチプラと聞いた時に聞きたい曲 プチプラと聞いた時に聞きたい曲ね<ー>いろんな発想ができそうですから、はい、まあ本当はデバカメにしたかったですけどデバカメと聞いた時に聞きたい曲。 どんな曲や？プチプラと聞いいですね。親カメの背中に子カメを乗せて、カメつながってね。え、プチプラでいいですね。はい。と、はい、聞いた時に聞きたい曲も、えー、選曲の理由も書いて、はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。 まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカのマッカーシー下院議長は、台湾の蔡英文総統とロサンゼルス近郊のロナルド・レーガン大統領図書館で会談を行いました。蔡英文氏は、「我々は一緒にいるときにより強くなれる。」と述べました。また、マッカーシー氏はアメリカの偉大な友人と呼びました。 フランスのマクロン大統領は中国訪問に先立ちアメリカのバイデン大統領と電話協議を行いましたフランスの大統領府によりますとウクライナでの戦争終結の加速に向けて中国の関与を求める立場で一致しましたまたマクロン大統領は今月の5日から7日の日程で中国を訪問し6日に習近平国家主席と会談を行います マクロン大統領は企業のトップら50人を同行させていますロシアのプーチン大統領と同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領は5日モスクワで会談しました6日には両国で形成する連合国家の発展に向けた両首脳出席の政府間会議が開かれます 長岡文部科学大臣は昨日、胃腸並木への悪影響が指摘されている明治神宮外苑の再開発について見直しを求める考えはないとの認識を示しました地権者などと協議した上で東京都が主体的に判断するべきもので適切に進めてもらいたいと述べました日本自動車輸入組合は2022年の新車輸入販売台数を発表しました 日本のメーカー車を除く電気自動車の台数は、前の年度と比べて65%プラスの16,464台で過去最高でした。年度ベースで1万台を超えるのは初めてです。東京地区の私立大学教職員組合連合の調査によりますと、2022年度に、 私立大学に入学した下宿生の受験から入学までにかかった費用の平均は二百二十五万五千三百八十円でした。千九百八十五年度の調査開始以来過去最高となりました。東京駅と羽田空港を乗り換えなく十八分で結ぶ羽田空港アクセス線東山手ルートについて。 JR 東日本は開業目標を2029年度から2031年度に変更すると発表しました工事は今年の6月に本格着手します六五郎の愛称で親しまれた作家の畑正則さんが今月5日、心筋梗塞のため北海道中市別町の病院で亡くなりました87歳でした ムツゴロウさん亡くなられたというのがね、教訓法で入ってきておりますが、その一つ前、飯田君、そんたくネタが入ってまして、なんですか、東京駅と羽田空港が JR で結ばれる、今、羽田空港に行こうと思うと、東京駅からだったら、二つかな、大体行き方としては、一つは浜松町でモノレールに乗り換えるか、もう一つは品川まで行くか、あるいは三田浜松町あたりで、地下鉄。 から京急軽急ですね。ただこれ18分だったら京急、はい、周りで行くのと大して変わらないじゃない。うん、そうですね。若干短縮になるかなぐらいの感じですね。まあ便利っちゃ便利か。便利ちゃ便利。便利ですね。飛行機を降りて電車に乗るとそのまま東京駅。だどのくらいの頻度で。 走るかですよね。そこなんですよね。決まってるんですか。これね、あの東海道線から分岐していくんですよ。で、分岐するところは単線になるので、そんなに多くの本数を走らせられないんじゃない。5分に一度。5分に一度むずどうだろうな。15分に一度。15分に一度とかそのぐらいが現実的。今すでに東海道線が基本的に10分に一本走ってるんですよね。普通列車でそれに間を縫うようにして特急列車とかあとあの うん、えっ、ー、と常磐線から来る列車とかが入っているので、はいはい、そこを縫うようにすると15分、に1本ぐらいの設定が多分現実的かなそれも厳しいかもなって感じですね。なるほど。えー、えと、ー、いうことでね。ただこれまだ当分2031年に開、はい延びたんですね。2031年って今から何年後？そう。8？、えー、そうですね。8年後ぐらいですね。俺関係ねえや。ちょっとトンネルを掘らなきゃならない。それで言うとさ <laughs> はいはいはい。あのー。 うん静岡県知事が反対してる<う>例のあのリニアリニアの新しいやつどうなの開業は予定通り行けそうなのいや限りなく厳しいといううえ,えそうなのういやでも厳しいとは多分言わ言えないし言わないんでしょうけどあれあの静岡県知事が同意しない限りははい 絶対できないのあれだから他のところを今あのどんどん進めていて、ええ、えと神奈川県のところの駅とかもかなりできてますし、ええ、どうなの,あの方向性としては2つあると思うんですけど、うんえー、県知事説得するルートを変更する、うんえー、どっちいやルート変更はおそらくないんじゃないかというのがうの、まあ、静岡県内そんなにすごい距離じゃないっていうのがある、うん、静岡県 地図知事暗殺いや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 だ。<laughs> <laughs> <laughs> まああの政治的にっていうねことになるとまあ選挙ということになりますがまあそれはだいぶね先の話にもなるしねえオリも統一地方選の真っ最中でもあります。ま静岡県知事選はね今回ないでしょ。静岡県知事選やってないでしょ。ははい去年今回やってるらさすがに私もね危なくてそれはちょっと言いませんよそれ。今回今やってないもんね都知事選で。あのずれてますから。静岡県知事選。ああこれ知事が最終的に同意しなければどうなんの。 底の部分だ,けだからぽっから開いちゃうの。 ていたまんま工事を待つかどうかというの知事が同意しないと絶対工事できないもんなの、そこいやだ例えばさ、沖縄の基地問題みたいに裁判闘争でなんとかとかそういういいんじゃないのこれがですね基本的にあの私企業の市企業のプロジェクトなのではい、はい、国策っぽいんですけどただ公費はちょっと入ってますけど国が主催でこれ作ってるわけじゃないということは民間企業対自治体という構図になるわけだ。 沖縄のケースとは全然違うということだなそうな,そうなんです行政大事こそれで頭抱えちゃってんだうん今サックしてるなううすげなんかこんな短い時間なのにな奥歯に物挟まりまくってるよね <laughs> いやそんなことないですよ各自取ってくださいズームフラッシュでした <laughs> 時刻は午後四時三分を回っています。えー、東京イラク町日本放送第三スタジオからは辛坊治郎と。増山正やと。飯田浩司の三人でお送りしております。はい、ご意見をご紹介していきましょう。いいまずはですね、えっ、ー、と。 初めまして、いつも犬の散歩のお供にポッドキャストで聞いている真帆と申します。真帆さんですね。はい、いつもわかりやすい世界情勢ためになりますいいとあります。で、一つ質問があるのです。は,はなんでしょう。辛坊さんがよく東京のご自宅からいつも銀座を通って日本放送まで通勤されるとおっしゃられますよね。はいはい、その時の歩く様を形容される言葉が、辛坊さんはいつもポコポコとおっしゃられるんですが。 テクテクじゃないのかと心の中で突っ込んでいます。うん、いつも辛坊さんがポコポコというたびに気になってしまうので。なぜこの言葉を使うようになったのか教えてください。<laughs> それで私もね、思ってた。<ー>思ってたけど、可愛いなって思ってた。かわい,いなあ。あ、そうか、歩行時、つまり歩く時のオノマトペっつうんですか。擬態語ってやつですね。<ー>歩く時のオノマトペは日本語の標準はテクテクか。 テクテク元気がない時は「とぼとぼ」ですねトボトボこの2つですねポコポコはあんまり言わないですね全然言わないですよポコポコはですね、うんえー、昔あったアルミの灰皿で頭を叩くく時の音ですね。<laughs> <laughs> あの関西の芸人さんでその灰皿で頭を交互に叩くというポコポコヘッドっていうねポコポコヘッドやっていうのあるんですけどロバとかがポコポコ歩くみたいなの音とことこって言いますかとこ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 とは言わないあっブラブラねスタスタ スタスタは言うね一生懸命歩くんだったら、うん、一生懸命歩くのにスタスタはありだな、うん、よし次回からスタスタに切り替えたいと思います<れ>えポコポコはなんでですかっていやそんなこと考えたこともないわ <laughs>、ね、ずっとずっと小さいずっとですよポコポコ<え>ポコポコそうですね確かに一般的ではないな なんかわいいキャラクターの歩く方みたい,ないなのアトムとかウランちゃんとか歩く時の効果音って<ー>テクテクじゃないじゃないですか。<ー>テクテク確かに ポコポコみたいいな感じでありまっぽですよね、うんうん、私ね私歩いてる時のイメージで言うとね、うん、アトムくんアトムっつうてもこの番組の月間のリポーターのアトムさんじゃなくてあ10万馬力で後に100万馬力になってはい、はい、この間純金のフィギュアがこの番組で売り出されたあのー「鉄腕アトムくん」の歩き方がなんかねオゴ<ー>ポコみたいな私の中ではイメージなんだな。うん、でもよく聞いてみるときっとポコポコじゃないんだろうな <laughs> とは思います 可愛い,いから。素敵ありがとうございました。それから品川区のどらヤキさんはですね。三十九歳男性の方。え、今日も昨日のズームの放送をラジコで聞きながら有楽町を歩いていたら。ありがとうございます。前から辛坊治郎さんが現れました。お、ジじすか。モンスターが現れたみたいな。現れました。で、声はかけませんでしたが。私が会いたい有名人一位の辛坊治郎さんに会えたので、今年はいい年になりそうです。ああ、推進。 辛抱さんの本ニュースでは伝えられない真実がカバンの中に入っていたんですが、えー、本当にお声がけしたらサインはしてもらえたんでしょうか？もちろんです、はい。もうなんいつでもどこでも誰誰でも何冊でもはい大丈夫ですよあの、ねあの。掛け声をかけていただいてですね、ねっよっ歩く SDGs とか言っていただけると <laughs>、えー、サインの横に SDGs ってちゃんと書きます。SDGs 書くんですか、<laughs> SDGs の S は辛抱の S。あの,あのねでもお声 かかけてくだささい全然あの遠慮されま東京の方はねねね、はい、割と昔からあれれですすよよ、ね、遠慮されますよ、ね、<ー>一般的に東京の人ってだって東京ネイティブの人って多分1割もいらっしゃらないはずなんで全国から集まってくるんでしょう、うん、で全国から集まってきてやっぱり東京で暮らすに際して人間と人と人との距離感みたいなものが地方と同じだと生きていけないからどうしてもやっぱりね距離をなんとなくこう人間人と人との距離をね<ー>例えば関西なんか に比べるとえ皆さん気を使いますよねだからいきなりこれ夢知ってる人テレビで見たことある人が現れたからと言っていきなり声かけちゃなとかっていうそういう反応は東京ではよくあるんですが大阪なんかね大阪なんか向こうからおばちゃん歩いてくるじゃないですかあーしんさんや触っとこうとか言ってですねありがたいありがたい俺は俺はあのなんとか地のおびんずる様じゃないんだから すぐ <laughs>、えー、戻ってきたですねあ,すあれすぐ戻、うんうん、警察官お手柄ですねあれ、うん、なんかあの今日あたりの、えー、逮捕されて送検されてる映像からな,なんか出てきたじゃないですか、えー、なんかあの、はい、もうあのフードかけてるからこの動画に意味があんのかという気がするんですけども <laughs>、はいえー、どうもあの今日の昼ニュース段階の,あの盗んだ男の供述によると。はい えなんかこの像があるから世の中悪いことが起きるから埋めてやるんだとかなんか言ってるってわけの分からないこと言ってるらしくてあそこで発見されてなかったらどっっかに埋められちゃってたとこで,すよでそういう動機だと動機の線からたどっていって犯人にたどり着くっていうのが非常に難しい困難でしょう。防犯カメラにどの程度の画像が映ってるのかわかんないですけども盗んだ時もやっぱりあのフードかなんかすっぽりかぶって盗んで。 車に乗せて運んでいってどっから山かなんかに埋められちゃってたらもうそれっきりの可能性が高かったんで発見されたらも60キロぐらい離れてる松本市内でどういう状況で見つかったのかがもう一つよく分かんないところはあるんですがまあとにかく。 発見されてよかったな私はあのおびんずる様ではございませんので <laughs> いきなり触るのはやめていただければと思いますけど、はい、別に触ったからといって何かご利益があるというものでもございませんが、えー、SDGs ぐらいの声はかけていただいても大丈夫でございますので、はい、よっこの SDGs <laughs> まあ S D Gs の意味はそれぞれが考えていただくということでね,でね、はい、はい、お声掛け全然 OK ですからいいす、ね。土下座じゃないよ。さ、あ番組ではラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールで送ってくださる方は <laughs> Z O O M Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ツイッターもね飯田ダくんなんかもまめに見てますんでね。はい見てます、はい。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハ Zoom。 辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題はプチプラと聞いたときに聞きたい曲です。お待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。中国からの入国規制昨日から緩和。 日本政府は昨日中国からの入国者への新型コロナウイルスの水際対策を緩和しました中国本土から直行便で来日する全員に義務づけていた出国前72時間以内の陰性証明を不要にし新型コロナワクチンを3回以上接種していれば日本への入国を認めます 日本政府観光局によりますとコロナ禍前の2019年およそ3188万人いた訪日外国人のうち中国からの渡航者はそのうち3割を占め国や地域別では首位でありました。 今のところ、まだね中国からの団体の方は来てないはずなんですが、はい、私、あの先週末旭川におりましてほうほうその2週間前には札幌におりまして。はいほうほう 外国人観光客ものすごい数ですよ<ー>まああの定点観測で私がポコポコ歩いてくるあの築地界隈を見ておりましてもえまあ韓国の方非常に多いですねそれからあの中国語話す方相当多いんですがあれはあの中国本土ではなくて台湾からの方だと思いますそれから欧米人がすごく多いですね最近。一つはは円円安でですね日本って円高の頃は もうちょっと日本はアジア通だってそんな高いとこ行けねえよっていうそういう雰囲気だったんですが今あの韓国からいらっしゃっても韓国から来た人が日本安いよねっていう時代ですからちょっと前なら日本から韓国に行くとやっぱり韓国安いわって感じだったんですが今,も今の為替レートと賃金水準だと韓国から日本に来ると逆に日本の方が安く感じるというそんな状況の中で。 それでなくてもこれだけ海外からのお客さんが札幌あたりのドラッグストアなんか見てるともう両手にあのプラの,あの袋は正しく何て言うんですかねあれレジ袋が有料化されましたえまあどうでもいいですけど余談ですがまだあ基本的に私の話は大半が余談なんですけどねあのあのコンビニ袋レジで3円とか5円とか。 取るじゃないですかこの番組でも指摘してきたように調子に乗り上がって最近紙袋まで金取っていやそれなんか法律の趣旨と違うんじゃないかの <laughs>、ねうん、この間なんか買い物をしてですね、はい、帰りがけに「はい、あのー、ポリのレジ袋なら5円ですが紙袋だと20円ですけどどっちされます?」って言われて「ちょ,<ー>ちょ,ちょっと待てよと」と、うん、それさ「いやポリでいいです」ってもちろん言いましたけど、はい、紙袋で金取るって 単なる値上げだろそれっていう元々のなんかあの環境省かなんか主導してなんかね制度変えたのとは趣旨全然違って単なる値上げの一環としてえショッピングバッグに金取るようになったわけですがまあ,あのコンビニでえレジ袋を金払うのが当然と思ってますが北海道のえ地場のコンビニチェーン店は、うん。うんうん 取らないんですよ、あれ。あれ、何取るのが義務じゃないのか。つまり、あ,<れ>あの、一定以上再生可能。なっていうか植物由来みたいなものが混ざってる場合は。タダ、はい、でもいいっていうのが。基本的に決まりなんだなあれ、うんはい。確か、そういう趣旨みたいですね。うん、法律上う、ね。だから、ね、まあ、私もその詳しく。表示を読んでないんで、どうして、タダで。えー 運用ができるのかわからないんですけども、うん、北海道のとある有名ジバ、はい、のコンビニとしてはかなり大きいよね中、うん、方へ行くとね結構ジバのコンビニってまだね、うん、いくつかあったりなんかして、うん、まあ多くは大手のチェーン店の傘下に入って名前だけ維持してるっていうところが多いんですが、うん、その北海道のとあるチェーン店はレジ袋がただなんですよ確かにそうですね、うん、それが三、ま、円か五円とかそんな話じゃないですか そんなぐらいの値段でわざわざそれを選ぶかと思う,思うんですけど、うん、私は100%そこで買います、ね、選んでもう,もう,もうなんかあの「っセコマ」って私は言も言ってないんですけど別に言ったからといって何か問題が起きるわけじゃないんですけど、ね、え飯田君も今わざと突っ込んできましたねそういうセイコーマートっていうコンビニはレジ袋ただなんですよ。 できるんだったら全国のコンビニもタダにしたらいいんじゃねえかと素朴に思うんだな俺、ね、確かにその通りですねでいい基本的にあのコンビニのものの単価は普通のスーパーなんかに比べると高いですからだから今もうあの大手のスーパーチェーンで大手のスーパーやりながら当然コンビニもやってますっていう全国展開の店がありますけれどもそういうところは従来型のスーパーの売り上げが まあ収益性が利益率がどんどん下がっちゃってるんだけども,もうコンビニは相変わらず相当儲かってるっていう構図は。 どこのチェーンででも同じなんですよ、はい、コンビニはまあ実際コンビニでね一つフランチャイズでやってる人たちが一つ一つが儲かってるかっていうと、はい、それはまた別問題で結構ご苦労されてるところも多いと思いますしあのフランチャイズだから当然、えー、お金も本部に払わなきゃいけなくてですねま結構大変であの関西辺りで数年前に話題になりましたけれども、はい、本部はとにかく24時間やれとだけど24時間は人でもできないし収益性考えた時にどうせ夜中客も来ないし勘弁してくれって言ってもあれは配送ルートが隔離 されてますから一部の店だけがその24時間の体制から脱落するとコスト的に見合わなくなっちゃうみたいなことがあって、はい、だったらって大問題になって社会問題になって一旦は大手のコンビニの方がじゃあうちの負けですみたいなことでおたくさんの好きなようにやってくださいなんだけど、はい、世の中の関心が薄れてワイドショーが取り上げなくなった瞬間に店潰されちゃったりとかしてっていう話がありましたよね。ということはですよ、はい まあ、あの個々のお店は大変かもしれないけれどもチェーンとしては結構いろんなの決算データ見ててもチェーンとしてやっぱりコンビニって収益率が非常に高いという背景があるわけだから、うんうん、レジ袋で金取るか普通 <laughs> あ世界で聞いたことねっていうと嘘なのかなヨーロッパなんかで取ってるとこあるのかしら。 少なくとも私ね今年に入っってて回海外行ってますはいはい少なくとも去年から通算7回ぐらい海外行ってますが私のこの7回行った海外でレジ袋で金取ってる国は一つもなかったですその中にまあヨーロッパが入ってないんで何とも言えないですけどねだから東南アジア方面とかが多いんですだからこの番組やってますから週末しか行けないんでどうしてもあの東南アジアぐらいの距離しか行けないんですが。 それでレジ袋で金ネ取る国は聞いたことがないですね。コロナ前ですけど、うん、香港は香港のスーパーは取ってたかな。香港はい。 <laughs> 俺さこの仕事でダジャレだけは生涯言うまいと固く心に誓ってきてたのに最近この番組でニュース,ュースのコーナーをやってる遠藤達也さんという方がですね必ず、はいはい、最後にダジャレを3連発かまして帰るというあ,<ー>あ,あれがちょっと映っちゃって昨日あたりもですねなんか冒頭であの中国の古,代古典の詩の話をしてて五言句とか七言句とかあるじゃないですかあます、ねね、そんな話をちょっとしてたらですね 思わず「うんまあ若い人にはちんぷんかんぷんでしょうね」みたいなの <laughs> <laughs> の「えっ、ー、そ,そこダジャレ?」っていうような <laughs> う、ね、そういう発言。困ったものでね。<laughs> ちょっと待って<ん>この時間解説するニュースはこちらです。中国から入国規制,国規制昨日から緩和全然違う話になっちゃってんじゃん。北海道のセコバがどうして出てきたんだあ <laughs> <あ>そうそう<あ>北海道では外国人観光客が山ほど来てて今まだ中国本土からの観光客は来ていないはずなんだけどもうすでにインバウンド需要が盛り上がってきてて、はい、これはあの中国からの観光客が本格的に緩和解禁されたら。 そすごいことになるだろう、ね、ただあのうんこれねこれで商売やってる人にとっちゃやっとコロナが明けるっていう感覚をお持ちの方もいらっしゃるだろうし、はい、まあ思想的な面も含めていや日本にその外国からの人が来てわんさかしてあの大騒ぎしてるのが気に入らないっていう人たちも当然い,いるわけでいろんなこうん感想感覚があるだろうと思うんですが。はい ただあの好むと好まざるとにかかわらずえ例えば日本の GDP の成長率なんかが今もうゼロからプラス0.1いくかいかないかぐらいのところをうろうろしてるんだけれどもそのプラス0.1ぐらいの勝負になってくるとインバウンドの観光客が使うお金っていうのが大きなファクターになってるわけですよ。これはは経済成長率がね年率が年とか10みたいな時には まあ日本って別にその観光で飯食ってる国でもないから外国からの観光客が使うお金なんて日本全体の経済にあたる影響なんかほとんど関係ないよねって言えてたんですが最近はもう。 コンマ1%ぐらいの世界になってくるとこのインバウンド需要の外国人観光客が使う金っていうのが実は日本経済にとってかなりの意味を持ってこれがないとマイナス成長になっちゃうやつがぎりぎりプラスなのはインバウンドの観光客が最近増えてきてるからだみたいなことになるとそうそうばかにしたもんでもないわけですよ。はい だけどで日本政府なんかはあの大きな目標を立てて、はい、インバウンドの観光客を増やしましょうって言ってるんだけどやってることと言ってることは本気でそう思うんだったら日本って全く外国人を迎える体制ができてないっていうか私はさっきも言ったように今年に入ってから3回去年から通算7回ぐらい海外いましたけど今時をあを入国に際してワクチン3回以上とか。 2回まではまあない国はある国はありますけど3回以上なんていう厳しいあの条件かましてるとこって聞いいたことなですよ 2>, 2回まではまだね一部アメリカなんか結構入、ね、国厳しかったりなんか今でもするはずですが3回っていうことになると。 中国か例えば中国人のワクチン接種率がベース何回か知りませんけれどもこれ多くの海外の人にとっては3回以上のワクチン接種歴って相当ハードルが高いんですよで今でもこの時点で中国人に限らず日本に入国しようと思うと3回以上のワクチン接種歴か直近の PCR 検査かの陰性かどっちかが必要なんですで日本人が海外行くんでもワクチン3回以上の接種歴がないと あの帰国の時に別ルートに回されてえらい手間かかるわけですねそうすると、まあ、あのワクチン3回以上っていう証明を持っていないと、まあ、日本から海外に行くのもハードル高いし海外から日本に来る人にとってはものすごくハードル高い上にそれをクリアしてやってきたとしても。 えー、下手したら今回中国全面緩和ではないわけでサンプル調査続くわけですよサンプル調査して PCR 検査で引っかかるとそこで足止め食らっちゃうというリスクがあるから私が中国人ならちょっとそれがなくなるまで怖くて日本は嫌だなって思うでしょうでまあそれがまあ緩和多分連休明けにはもう一段緩和されるはずでこれ段階的にやってますから <laughs>、えー、連休明けぐらいにはまあほとんどの規制は撤廃されるはずなんだけどもうこの規制に基づいて 税関、権益のところに膨大なシステム構築しちゃって人も雇ってますからすぐにやめない世界中の国は例えばまあ中国ですらよ中国って異様な国で異様にあのコロナに対しては警戒がきつかってほぼ入国も出国も全部禁止みたいなところが去年の12月7日に解禁って決まった瞬間にまあほぼ相互主義で相手が厳しくしているところは厳しくするけれども基本的には相互主義で全面解禁。 になってるわけで、はい、日本って決めてから実施するまでにゴールデンウイーク明けまで待つ必要が 大体今ねまたちょっとずつあのコロナの検査すると PCR 検査すると感染者増えてきてるそれはまあ一定のサイクルでこんなもん増えたり減ったりするもんですからガーッとここ来て減ってたやつが私のデータの読み解きによるとそろそろちょっとずつまた増えてきてるサイクルに入ってますからねそのすまた国内的にマスコミが大騒ぎして政府がいや連休明けはでも感染者が増えたからみたいなこと言い出したら日本だけではこんなことしてんの。 でこの番組でこの間あの鳥越さんじゃねえ鳥海さんがいらっしゃった時にも詳しく言いましたけど、うん、税関検査がより厳しくなって、うん、税関検査なんか全世界どこの国でも基本的にもうそれこそサンプル検査に切り替えてるのに、うん、日本は一人一人全員にコンピューターの入力を3回ぐらいさせるような <laughs> なんだこれはと私が外国人ならいっぺん日本に来たら <laughs> 二度と来るかと思うね。うん <laughs> これだからさっき言ったように日本の経済にとってやっぱ今後、経済成長がこのぐらいの状況だと海外からのインバウンド需要って視覚的に,視覚的に重要なのにもうあのこんなになんか国益考えないでいろんなそれぞれの官庁が自分の役所の縄張りだけ守るみたいなことで必死になっているようにしか私には見えないわけで中国からの入国規制、今日から緩和っていうこの見出しとは全く違う状況がそこにあります。 ズームオンでしたズーム。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです 辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。 「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。 ポッドキャスト、YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。さあここでお知らせです。はい、2022年2月末に発売になりました。 風のことは風にとえ太平洋往復横断機がなんとオーディオブックになって発売されることになります。ありがとうございます。ね、えっとあれあの当時なんかあの、はい、ボランティアで。 飯田君が読んだそうなんです。よ読んでくれたことありますね。まずねこのオーディオブックっていうのは聞く読書と言われるもう朗読された方を耳で聞くもので移動中ですとか作業中などいつでもどこでも読書ができてあの倍速で再生したりオフライン再生も可能で最近ね人気の読書の形態できればねちゃんとしたねあの朗読を聞いてもらいたいまでもねあの飯田君の発音だったら多分倍速でもわかるかもしれないですねクリアにねで今回 amazon audible と autobankaudiobook.jp という二つのオーディオブック配信サービスで風のことは風に問え太平洋往復温暖機が配信されるということになりました、はい、でこの朗読読み手をこの私がエースが もともと盲目のセーラーのヒロさんへのプレゼント用として作ったものでありまして個人的にというか番組としてヒロさんに CD に焼いてお渡しをしたものであったんですけれども今回より多くの方に楽しんでもらおうとせっかく朗読したんだからねというところでありがとうございます。 朗読であの5ヶ月にわたるタイミングのお供とかね、はいえー、ドライブのお供とか家事しながらとか、えー、会社で仕事しながら <laughs> まああのいろんなシーンでお使いいただけると思います同、ね、じ、うん、でオンやりながらとか <laughs> 難しいこと言いますね <laughs> <laughs>、はい、さあ今日から販売スタートになります Amazon オーディブルは、えー、非会員価格が税込み3000円会員価格は税込み2100円オートバンクの audiobook.jp は会員登録が必要で購入価格は税込み2099円になります詳しいことはそれぞれのホームページご覧になってくださいまた このズームのね番組のツイッターにもお知らせを載せていますのでそちらをチェックなさってください風のことは風にとえ太平洋往復横断機オーディオブック配信スタートいたしましたぜひご利用になってください 4月6日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですこんにちは日本放送のいいら工です5時を過ぎましたこの時間はズームをミュージックリクエストご紹介してまいります今日のお題はプチプラと聞いたときに聞きたい曲ですプチっとプライスお値段お手頃っちゅみですねはいその通りです、はい まず、大田区五十七歳の看板のピンさんですね。ええー、辛坊さん、増山さん、飯田君、こんにちは。こんにちは。プチプラと聞いて聞きたい曲は、今まで清志郎さん、安藤坂本隆一さん。いけないルージュマジックです。うん、プチプラコスメがない頃に、ぎらぎらにメイクしたお二人。あれだけ塗ったら、化粧品代もかかったと思います。お二人は天国でセッションしているかな。ああ<ー>、確かに。すごいね、うん、あの濃いメイクをしながらお二人で、ねうん。はい、はい、ありましたありました してたけれどかっこよかったですよね、うん、それから千葉県東金市の千葉のチューリップさん六十一歳主婦の方はリクエスト曲は松田聖子さんのロックンルージュですルージュといえばロックンルージュかなとあプチプラといえばルージュルージュといえばロックンルージュかなと春っぽい可愛らしく爽やかな曲だいいあれみんなあの化粧品会社のキャンペーンソングですよねそうこれもね,ね、はい、1984年かねばかるのね それからこちらもね1986年の金棒春のキャンペーンソングですね51歳語学人さん横浜市の方は、えー、岡田由紀子さんの唇ネットワークをリクエストしますといい曲でしたねこれもヒットしましたねそして、うん、と越谷の 青い赤いさん、あ、すみません、はい、赤い青いさんです。<laughs> プチプラと聞いた時に、まあ、でもね、順番大切。はい、聞きたい曲は、キャリーパミュパミュさんの。つけまつけるをリクエストします。 つけまつげつけまつけねプチプラの定番だそうですよ。ステマしてるつけまステマしてるあちらステマつけるはいこれでね辛坊さんにモロマジャですいやいやそうそうこれもラジオリビングで買いましたみたいなそうそうそれはねまああの良きと自分の本の話そうですよそっちですかそうですね。 えー、北海道からもいただいています札幌市49歳 TL125 さんですね「プチプラ」と聞いて聞きたい曲は、えー、これは本当の話なんですが私はプチプラと聞くとかわいいプラスチックのように思えてプチプラスチックならそうでですねプ <laughs> プチプライスいつも竹内まりやさんの「プラスチックラブ」が脳内再生されるんです。 そして群馬県の猛獣使いのユンさんはプチプラと聞いたときに聞きたい曲はプッチモニのちょこっとラブでお願いしますとこの曲に関してはプッチモニのプッチですからね10通以上いただきましたありがとうございますズームミュージックリクエスト<い>今和の清志郎坂本龍一いけないルージュマジックでは ねはい、皆様ありがとうございました、はい。お送りいたします。リクエストありがとうございました。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間。ますあそい、あのー、情報いただきまして。はい、ほ、はいイギリスではコンビニレジ袋有料だったということで。おお<ー>。まあ、さっきね、ヨーロッパは、まあ、そうじゃないかなみたいな。だいたい、え、あ、こういうのって日本オリジナルって少ないですよね。き、はい、<ー>っとヨーロッパでやってるから、日本でもやってみていいかみたいなことを。はい 考えたんじゃねえのか。<laughs> ヨーロッパ環境環境ですからね。そうで,すねでした。はい、情報お伝えししありがとうございました。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。 中国軍の空母が台湾南東の海域を通過台湾国防部は昨日、中国軍の空母3頭を中心とする艦隊が台湾とフィリピンの間のバシー海峡を通過したと発表しましたまた中国外務省は今日、台湾の蔡英文総統とアメリカのマッカーシー下院議長の会談を受けて共謀行為と非難し主権を守ると表明しました 中国今、空母2隻体制かな、はい、そのうちの1隻ですけどね、はい、えー、やっぱりあの空母は持ってるんだけど、アメリカなんかの空母に比べると、能力はもう一つだろうなと思うのは、の船の先端がぐっと上に上がってるじゃないですか、アメリカの空母ってまっすぐですよね、先端が。あれ、どうしてかっていうと、ですねアメリカの空母はカタパルト、要するにあの高速で、 戦闘機をバーンと押し出せるから、えー、あの滑走路というか甲板平らでもそのまま上空へ上がってくるんですが、えーえー、それの能力が低いとですねあの傾斜つけてやらないと海んっちゃうんですよ、えー、まあまあ,あのでも確実に軍事力は拡大してますから、えー、空母持ってる国であるし、えーえー、それでふっと気がついたら、まあ、日本の防衛費の4倍になってるっていう話はよく出てきますよね中国の防衛費は。えー、だけど考えてみたら GDP 日本の GDP は今、も中国の4分の1以下だからね、<laughs> それは国として4倍違いや、軍事費だって4倍違うだろうっていう、うん、まあそれにしても、えー、なんで今回、中国がこんなことをやらかしたかというと、台湾の、えー、トップがあのアメリカ行って、アメリカの序列ナンバー、うん、大統領から数えると3番目、うん、大統領に何かあった時の、うんえー、バックアップでいうと、大統領の次に副大統領。はい 副大統領にだから言うや、まあ、大統領から数えてもナンバースリー大統領を外すとナンバーツーの下院議長とアメリカで会うとでこの蔡英文あのという台湾のトップが一応名目上は、うん。 中南米の2カ国行きと帰りアメリカを経由するんでそれもあのアメリカの首都ワシントンは刺激しすぎるから首都じゃなくてニューヨー行きではニューヨークによって帰りは西海岸に寄りますよと、はい、それは単にあの経由地として寄りますよっていう表向きなんだけど、うん、本音は逆にアメリカ行く。 言い訳作りにに中南米に行きました、まあ、確かにね中南米って非常に重要で最近あの中国が中南米に非常に触手を伸ばしていて、はい、まあ中南米ってもともとはアメリカの、まあ、庭先みたいなところだったんですが、うん、今中国が 切り崩しにかけていていもともと台湾と国交国と国との結びつきがあったところを全部その中国は自分と国交を結ぶためには、えー、台湾との国交を断絶しろってこう言ってくるわけですよ。うんはい、で台湾の友好国が中南米にはたくさんあったんだけどであの中南米って今もう非常に、うん、サハ政権がいっぱい誕生してサハケ政権というよりは、はい 中国やロシアみたいな独裁体制権威主義国という言い方ありますけどもそういう独裁体制に親和性が高くて、うん、あんまりそのアメリカとかヨーロッパに民主主義民主主義言われたくねえよっていう国が最近増えてきてることもあってですね、うん、そうすると、はい 付き合いやすでいうと自由とか民主主義とか人権とかうるさく言わない中国の方が付き合いやすかったりなんかする上に日本の経済力の4倍とか5倍とかの巨大なマーケットを持っている経済大国宇宙大国軍事大国なので台湾みたいなちっちゃいところと付き合ってるよりも中国の方がいいよねって。 だけどねこれに関して言うとなかなかね日本あたりもあんまり偉そうなこと言えないのは台湾日本は1972年に田中角栄の時に日中国交回復したんだけど、はい、その1972年に国交回復した時に台湾とは国交断絶してますからねだから最近いや中南米の国が続々台湾と国交断絶して中国と国交を結んでって。 いや日本50年前にそれやってんじゃんってだからそれはそれに関してはあんまり大きなことは言えないんですけど、うん、でなんで中国がそこまで今,今回でそれであの、まあ、切り崩しされてるんでまだあの残ってる国を行って抑えとこうっていう蔡英文相相当相当じゃないかですね蔡、はい、の気持ちの気持ちっていうかスタンスは分かるんだけど、うん、でも本当の意味は。 えー、そういうことを表向きにして行き帰りりににアメリカに寄りますとだけど公式訪問って言うと中国を刺激するので、はいえー、中南米行くついでに行きと帰りにちょっと寄っちゃうもんねっていう言い方なんだけど、えー、本音はアメ,リカのアメリカへの訪問のおまけに中南米言い訳に中南米がついてるという構図で。 そそれもその下院議長ってアメリカのナンバーツーと会うっていうのはもともと下院議長が台湾に来るっていう話があったんですけど、うん、で実は今の下院議長の前の下院議長、はい。あの 中間選挙まではアメリカの去年の中間選挙まではアメリカの下院ってあの民主党今のバイデン政権の与党の民主党が過半数持ってたんで下院議長は当然民主党だったんですけど中間選挙でえ民主党が負けてまあ負けたっちゅうか下院はあのねじれ現象っちゅうて共和党が過半数になったんでまあ当然トップも変わって下院議長は共和党の人になったんだけどその前任者の。 えー、民主党時代の下院議長は台湾に実際来てるわけですよ。うん、ほいでこれ非常に中国が閑静に怒ったんですがそすると次共和党の下院議長も、まあ、全民主党の下院議長が行ってるのに共和党の下院議長が行かないわけにもいかないし、うん、行くだけど行くと前の時にむっちゃ中国が反発したんでだったら同じ蔡英文と会うんでも、うん、台湾に行って会うと刺激するから。 あの蔡英文が中南米歴訪の途中に酔うから会夜から会い,いますよっていう立て付けにした方が、えー、刺激が少ないだろうと、はい、結構な外交配慮だよねこれうんそれでもでも中国があの関助に怒ってですね、はいえー、空母を、えー、その辺りのややこしいところにこう出していって、えー、怒ってんぞっていうことをアピールすると、はい、でもそうだなあ。 台湾ってだからあの事情の分かってる人は台湾と中国の関係ってよく分かってるんですがこの間からあの一生懸命ですね小海石だの小渓谷だの<ー>え離島期だのっていう説明をここでいっぱいして、はい、そしたら台湾の方からお便りを、えー、メッセージを頂い,いて、えーえー、日本でそのぐらい分かってる人は珍しいですねってご指摘をいただいたんですが、まあ、確かに台湾の戦後に関して、まあ、割とその特に今の若い人って今の枠組みで中国といえば中国本体。 っていう、はい、あの時代が生まれてからずっとそうっていうのが若い人の大半だと思いますけどす、ね、私が生まれ育った時には、はい、中国といえば中華民国、はい、中華民国といえば台湾もう時間が来てるけど簡単に言うとですね、はいえー、国連ができた時の 中国の国の連議席は台湾が持ってたんですよ、うんうん、それいつまで持ってたかっていうと、うん、実は大阪万博の頃はまだ台湾が中国だったんです、うん、1971年大阪万博の翌年に、はい、台湾から国連における中国の議席が台湾ではなくて中華人民共和国の大陸に移ったのは1970年代、うん、それ直後に日本は台湾を切って中国と国交を結ぶという形になったわけで,、はいうん、でその時代から知ってるとまあ 台湾が中国の一部って、うん、それは、まあ、そうそう中国がその主張は知ってるのは知ってるけれども知ってるけれども同意するかどうかは別問題だよっていう今のアメリカのスタンスと同じ気持ちになるわけですよ。はい、ということで時間が来ました、はい、お時間です。ズームオンでした ズームミュージックリクエスト、お送りしたのは、大田区看板のピンさん、茨城県虎のしっぽさん。お二方からのリクエスト、今和の清志郎、坂本龍一、いけないルージュマジック。はい。でございます。<れ><え>さあ、うん、よろしいですか。あの、ちょっと今、歌詞カードを読んでてですね。はいはい。ちょっとだけ気になったことがあるんですが。<ん>あの、歌詞の中にですね。 脳の、no, no. 人がとやかく言ってもどうしようもないことさっていうのがあるんですよこの人なんですが最近これあの元々の歌詞カードは他人と書いて人と読ますんですね、はい、で正しいんですよこれでこれで正しいんですけども、うんはい、最近あのいや人から聞いた話なんだけどみたいな他人って書くとべきところを他人の他を外して人だけをっていう傾向があるんで人他人と書いて人と読ます読まなくなってきちゃっ ってるんだよね。今他人事って言っちゃったりとかね。そ<う>人事なんですが、だから人、はい、あ他人事って書いて人事って読むんだけど、うん、多分あの日本そのアナウンス室的にはあの多分これ他人事と書いて。 他人事と読んだらあの上司にどつかれる査定されてねボーナス一万円減額みたいに大丈夫か内田くんは具体的な名前出さないで他人事と書いてこれは他人事じゃなくて一言。だから人っていうのが他人の意味があるんだけどこの池内ルージュマジックこれあの作詞が坂本龍一今の清郎どっちが書いたか あのわかんない作詞作曲があれだねジョンあのポールアンドレノンみたいな感じで<ー>どっちが作詞で作曲か分かんないんだけど多分作詞は今の清志郎さんテイストがするんだけど多分今の清志郎さんの日本語的にも当時はやっぱり他人と書いて人と読ます時代だったんだなということがね全くどうでもいいような話で二2分も喋っちゃいましたよ。 はい、さてお聞きの日本放送、はい、この後5時30分からは日本放送ショーアップナイターです横浜スタジアムから巨人じゃないや DNA 対巨人戦、はい、解説大谷昭彦さん実況を山内博明アナウンサーでお送りします、はい、そして明日の朝6時からははい伊田康二のオッケー康二アップコメンテーター外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんですそして6月25日日曜日にオッケー康二アップのイベント激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム5000人入る会場ですんでチケット売るほどございます詳しくは 番組ホームページご覧くださいぜひお出かけくださいその後8時からは春平定一之介さんあなたとハッピーです番組5年目突入しますのでね日明日も聞いてくださいで来週の4月10日月曜日の辛坊治郎ズームそこまで言うか日本に杉の木が増えた理由につきまして<う>ジャーナリストの小川博夫さんに伺ってですでに私の知り合いから風の言は風に行けオーディオブックを買ったという<ら>はい連絡が入りました、はい、ここまでの相手は辛坊治郎と伊、うん、田浩二でした